銀河列車。銀河とは、日本国有鉄道、国鉄及び分割民営化後は JR が、東海道本線の東京駅大阪駅間で運行していた、寝台急行列車である。本校では、東京駅大阪駅間で運転されていた、急行列車についても記述する。1949年9月に、東京駅神戸駅間で、これまで一等車、 二等車のみで蘇生された夜行急行列車である15.16列車に銀河の名称を与えて運転を開始したのが始まりである。列車最後尾には特急列車並みのアンドン式テールマークが取り付けられた。しかし戦前の名刺列車になずらえた豪華な編成があだとなって利用が伸び悩み、戦後混乱期の当時はまだ混雑する列車が多い。中で、 ガラガラ状態で走っていたため批判を呼ぶことになり、わずか9日後の9月24日には3等車を連結するようになり、テールマークも外された。1976年頃より、運行距離、営業キロ 556.4km から、特急列車化も考えられたが、東京駅大阪駅間では、有効時間帯の問題から、さほど所要時間も変わらないことから、 単なる値上げとも取られかね、また繁忙期に運転されていた銀河の臨時増発列車は座席車中心で編成されていたこともあり、急行列車として存置された。2000年代に入ってからは車両の老朽化や利用客の低迷が続き、2008年3月15日のダイヤ改正で廃止された。JR 西日本は廃止した理由を新幹線や飛行機、 高速バスが整備されるとともに、安く宿泊できる設備が増えたことにより、宿泊設備を持つ列車の競争力が下がったためとしている。列車名の由来は天体の銀河にちなんでいる。早朝に東京、大阪に到着できたため、ターミナルから距離のある場所でも朝一番から活動可能であり、東京、大阪に朝ちょうど良い時間に着くために、 途中の停車時間を多めに取ることなどで到着時刻を調整していた。列車番号は下りが101列車、上りが102列車であった。運転開始当初は一往復であったが、1968年10月に東京駅大阪駅間で運行されていた、新大急行、明星が統合されて、銀河に往復になった。また、急行、何話の廃止により、 全車座席車で大阪駅発着の季節列車も1往復設定されていたが1975年に1往復が特急列車に変更されて以降は廃止されるまで定期列車は1往復が運転されていた。1998年7月からは臨時の銀河81号82号のダイヤを利用して285軽電車サンライズエクスプレスによる 新大特急、サンライズ夢が運転を開始し、しばらくは運転日が重複しないように考慮されていたが、その後はサンライズ夢に変更された。東京駅、品川駅、横浜駅、大船駅、小田原駅、熱海駅、沼津駅から、富士駅から、静岡駅から、名古屋駅から、岐阜駅、舞原駅、大津駅、京都駅から、新大阪駅、大阪駅。機関車は、 東日本旅客鉄道、JR 東日本の田畑運転所配置で EF65 系電気機関車が牽引した。スーパーエクスプレスレインボーの牽引指定機関車が重当されることもあった。特急ではなく、急行のため、機関車にヘッドマークは装着されなかった。客車は JR 西日本の宮原総合運転所に配置される24系、客車7両。 繁忙期には給料が使用された。全車寝台車で編成され、開放式の A 寝台、B 寝台のみを連結し、個室や座席車は連結されなかった。A 寝台は、開放二段式、定員は28名で1号車に連結され、喫煙室及び更衣室があった。1号車以外は、全て二段式の B 寝台で、定員は32名、または34名であった。 車内販売は営業していなかった。電源車か224は、トワイライトエクスプレス色の車両が連結されることがあり、ごく稀に EF65 系レインボー色との組み合わせも見られた。なお、廃止時に使用された24軽客車などは、大国有鉄道から譲渡の依頼があり、日本から輸送して使用されている。日本から 太陽国に送られた客車は100両を超えていると言われている。夜行急行列車としては、従来、10客車を含めた、旧型客車が該当するが用いられることが多く、当然ながら運行当初よりそれらが用いられた。しかし、例えば運行当初でも当時では、東海道、山陽本線でのみ用いられた、旧一等寝台車マロネ40.41軽客車。 旧型車両末期の1970年代中央には座席指定車としてかつての特急用三等車ス44スハフ44を用いるなど編成をつぶさに見ると他の夜高級高列車のそれとは差異があった。1976年2月20日から使用を開始した20系客車は当時まだ寝台特急として用いられていたため特急列車用の車両が 急行列車に転用される発令となった。また、これ以降急行用の寝台車として主流であったおはね、10系寝台車の置き換えが20軽客車を格下げする形で進められるようになった。その後、1985年3月には14軽客車に置き換えられたが、1年8ヶ月後の1986年11月には24軽客車に再度置き換えられた。 全区間 JR 西日本大阪車掌区が担当していた東京と大阪を結ぶ主たる交通機関である東海道新幹線や航空会社各社の最終便より遅い時間に出発し翌朝の新幹線の始発列車に乗るよりも早い時間に東京駅大阪駅に到着できることからこれらの空白時間帯を埋める存在の一つとして 有力な選択肢となっていたが、国鉄分割民営化後の1987年当時に8割程度、あった、乗車率も2007年には4割程度まで落ち込んでいた。東京駅大阪駅間という以前は、夜行列車でも需要が見込めた区間や、上記の通り新幹線の走らない非有効時間帯を利用して移動できるメリットがあった。東京と大阪を B 新街利用で移動する場合、 望みの普通車指定席で移動した場合の運賃、料金の合計額とほとんど変わらないことが売りで、利用者層はビジネス客が多く利用していた。2000年代に入ってからは夜行列車の衰退の影響を受け、ゴールデンウィークやお盆、年末年始など一部の期間を除けば低迷しており、2006年の平均乗車率は40%強であった。乗車率が低下した要因として、 東海道新幹線が早朝、深夜に運行されるようになったことや、ツアーバスを含む夜行バスの普及、ホテル宿泊料金の価格破壊などといった影響によるビジネス客の利減少があった。このため現車を余儀なくされ、A 寝台、B 寝台とも、開放式寝台のみで、個室寝台がないことや、車両の老朽化も影響して、季節列車、臨時列車への格下げや、 廃止説もたびたび浮上した。2008年3月中旬のダイヤ改正で、赤月、那覇と共に廃止になる見込みと一部報道機関によって、報じられた後に存続を求める声があり、大船駅の東海道線、下りホームには、利用を促すポスターも掲出されたことがあった。1948年7月に、銀河に続いて、東京駅大阪駅間で運転を開始した、急行列車。 運転開始当初は臨時列車で列車名が付与されていなかった。翌年1949年9月に定期列車化されたが、病状の列車名が付与されたのは1950年11月であった。1956年3月に三等寝台車が連結されるまでは座席車のみの車両で運転されており、同年11月からは二等寝台車も連結されるようになった。 1961年3月に金星が運転開始したことにより、寝台列車化されたが、東海道新幹線の開業により、利用客が減少。列車相性統合もあり、1968年10月に銀河へ統合されて廃止。東京駅大阪駅間で1949年9月から1964年9月まで運転されていた夜行急行列車。 運転開始当初は列車名が付与されていなかったが、車両設備が銀河と差がないためか関西では流星の列名で呼ばれていた。1950年11月に正式に水星の列車名が付与された。1956年11月に出雲が東海道本線内で単独運転とするために水星は不定期列車に変更されたが、 1957年10月に全国の夜行急行列車に先駆けて、寝台列車化された。1962年5月から、ビューフェ式食堂車推し16系、サロンカーが連結されていた。1953年11月から1965年9月まで、東京駅大阪駅間で運転されていた夜行急行列車で、月光の運転開始により、 東海道本線の夜行急行列車は4往復に増発され、慢性的な輸送力不足は解消されるようになった。座席車は運転開始当初から連結されていたが、東海道本線でも電車運転が行われるようになると、1961年10月に座席車の連結が取りやめられ、寝台列車として運転されるようになった。混雑が慢性化していた東京駅大阪駅間の 急行列車の混雑緩和を目的として、1958年10月から1961年9月までと、1962年6月から1964年9月まで運転されていた急行列車である。運転開始当初は全て座席者の不定期列車であったが、1959年9月に寝台列車化されて毎日運転の不定期列車となった。 1961年10月に銀河、月光、金星が一斉に寝台列車化されたため、暁が廃止されたが、ビジネスマンから快適な寝台列車の人気が高かったため、1962年6月に不定期列車の第26号が寝台列車化されて、暁に解消されて復活した。それでも、暁は不定期列車のままであったが、 1962年10月に、ようやく定期列車化され、東海道新幹線が開業する1964年10月に、廃止されるまで運転されていた。何は東海道本線の全線電化に合わせて、東京駅大阪駅間で運転を開始した、急行列車であるが、e f 5 8型が経営する、客車列車で運転されていた。1961年3月に153系が、 投入さされれ、て、電車列車列化され同年1963 0月にに往復に増発された。1年10月に一時的に1往復に削減されたが、1965年10月に東海道本線の急行列車の整理によって再びに往復に増発され、1968年10月に廃止された。列車名は大阪市の故障である何は何場が 由来となっている。急行何和の増発列車として、1960年6月に、東京駅大阪駅間を、初めて電車で運転を開始した、急行列車。急行列車であったものの、当初は、準急用とされた153系重量編成が、使用されたため職者は連結されていなかった。1961年3月に、 半室ビュッフェ車とリクライニングシートが装備された一等車が連結されて12両編成化され、同年10月に夜行列車の1往復が増発されて2往復になった。1964年10月に東海道新幹線の開業により廃止された。1961年3月に東京駅大阪駅間で運転を開始し、定期列車として初めて電車で運転される。 夜行急行列車であった。何和と共通運用であったため、153系の運用効率が高まり、以降は客車で運転されている夜行急行列車の寝台列車化が進められることになった。1961年10月に客車化と同時に寝台列車化が行われ、東京駅京都駅間では、下りは観光団体専用列車と、上りは 出雲と平結運転されていたが、その後も単独運転になることはなく、1965年10月に、東海道本線夜行休行としての、禁制は、廃止された。いこま、よど、六甲はいずれも1961年10月に、東京駅大阪駅間で運転を開始した、急行列車。中高一往復、夜行一往復が、いずれも153系12両編成で、 運転されていた。なお、生駒の夜行列車は不定期列車であった。1962年6月には、淀ド、六甲は夜行列車が廃止されて一往復になり、イ駒マは1965年10月に毎日、運転の臨時列車として、夜行列車の一往復のみの運転に変更され、東海道本線の座席夜行急行列車は、削減が進められていった。 1965年10月に、淀、六甲が廃止され、最後まで残った、生駒についても1968年10月に廃止された。列車名の由来は、生駒が大阪府と奈良県の府県境に位置する、生駒山、淀が大阪湾に流れ注ぐ淀川、六甲が神戸市の東西に連なる六甲山地の最高峰で、ある六甲山である。 1963年10月から1964年9月まで東京駅大阪駅間で運転されていた夜行急行列車。東海道新幹線の開業によってわずか1年で廃止された。当時の寝台急行は寝台料金を払っても快適に旅をしたいという要望が強かったが、線路容量がいっぱいでこれ以上の増発ができる状態ではなかったため、 何和の一往復を削減して、スバルが運転されていた。列車名は、大う座の三階星団である、プレアデス星団の和名が由来となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。